めちゃくちゃみんなでしてんだよ。ただやっぱ公園の方やな、公園の方がちょっと怖いですね。十分怖いって。こんな待って、ほんまにちょっと待って、怖いんやけど。今宵も月が綺麗やな。さあ出発や。どうもやかずです、今回はですね、もう見てもらった通り、一人撮影となります。で今回ですね、岡山県の心霊スポット、回っていこうかなと思います。まず一つ目の心霊スポットがですね、天神峡、こちらに行きたいなと思います。この心霊スポットがですね、もうキャンプ場が近くにありまして、まあ川なんですよ。そこがまあすごいこの浅くて水の流れがすごい穏やかやと。なので皆さんが飛び込んだり遊んだりっていうので、年間に何人もここで水難事故に遭っていると、そういった場所になります。そちらの近くにも来ておりますので、早速撮影していきたいなと思います。では行きましょう。だらしめホラーチャンネル。はい、到着しました。バス乗り場のすぐ横にある天神峡ですね。下に流れる川なんです。こちらの川がちょっと見えづらいんですが、毎年必ず水難事故があって、昼間はすごいね、景色も綺麗くて、皆さんがキャンプをしに来る場所なんですが、夜になると、有名な心霊スポットになると。あ、タヌキ。おい、ちょっと話聞かせてもらえませんか。ちょっといいですか、地元民の方の話ちょっと聞きたくて。あ、ちょっと、あ、すいません。ちょっと地元民の方のお話聞きたくて、あ、行っちゃった。そんな感じなさそうなんですけどね。めちゃくちゃ浅いんで、すごい水も、なんていうんですかね、まあ穏やかで。ただ霊的な何かを感じるかと言われますと、特に何も、なさそうですね。お、ここに来て耳鳴り。めちゃくちゃ耳鳴りしてんな今。耳鳴りというか、なんか右耳、何この詰まってる感じ、ちょっと気持ち悪いな。ちょっとね、耳鳴りって通常キーンみたいになるじゃないですか。今もちょっと右耳詰まってるんですけど、急に耳鳴りかのように急にクッて詰まって、めっちゃ低音のボーンみたいな音がずっと流れてましたね。ちょっと鳥肌。ちょっと星1と言いたいとこなんですが、そうですね、天神峡星2で行きましょう。では次のスポット移動します。だらしめホラーチャンネル。はい、2軒目がですね、小城池トンネル、こちらに行きたいなと思います。でこちらのトンネルがですね、旧トンネルと新トンネルの2つがありまして、上りの方が旧トンネルで、下りの方が新トンネルと言われています。でこちらのトンネルはですね、過去にテレビでも、放送されるぐらい、まあ、有名なトンネルみたいなんですね。で、もともとこちらでは公衆電話があったみたいなんです。その公衆電話に女性の霊が出ると言われていたんですが、その公衆電話が今はもう撤去されてしまってなくなっているみたいなんですね。旧トンネルを過ぎると二つ目のトンネルが出てくるみたいなんですけど、この二つ目のトンネルで落ち武者の霊を見た、そう言われているみたいです。で、四つ目のトンネルには、処刑場、火葬場、あと防空壕もあると言われているんです。ただこの場所がですね、探しても見つからないみたいなんで、今回はパスします。では早速行ってみましょう。画面切り替えます。だらしめホラーチャンネル。では入りましょう。旧トンネルの方から入っていきます。ゆっくり走りますね。ここではジェットババアが追いかけてくるっていう話なんですが、あ、車来た。はい、旧トンネル終わりです。
じゃあ新トンネルの方入っていきます。古城池新トンネル、まず落ち武者の霊いません。これもう終わりですねこの撮影ね。ここの恐怖レベルはもう見ての通りです。1でお願いします。次行きましょう。ならしめホラーチャンネル。はい、3軒目です。この場所がですね、種松山という場所にやってまいりました。この種松山の、一番この山頂の方にですね、公衆トイレがあるんですけども、過去にここで、された女性が、したと、そういった、噂があります。またですね、同じそのトイレの中で昇進だった、そういう風に言われています。それともう一つなんですけども、その公衆トイレの横にちっちゃい公園みたいなのがあるみたいで、そこの公園もどうやら何かが出るみたいなんです。なのでそのあたりもしっかり見ていこうかなと思います。では行きましょう。カメラ切り替えます。ならしめホラーチャンネル。はい、到着しました。これが例の、トイレになります。でこのトイレのですね、右側にそのアスレチックもあるみたいで、そのアスレチックの方でも、霊が出るという噂です。なんか夜景スポットのトイレって結構そういった噂聞きますよね。ちょっと男性トイレしか入ることできないんですけど、まあ、女子便所なんですかね。ほんまにあった話になったらもうすごいこう、なんていうかな、むごいというか、あってはいけない話ですよね。まあ、昔結構そういう事件も多かったですからね。でトイレの中は、昇進ですねっていう話です。なんかこのやっぱ山道の方がやっぱ怖いですよね。滑り台、ブランコとかはないんか。いやちょっと気持ち悪いなマジで。まずここの公園で、過去に女性の方がやって、でそのまま、していると。で、先ほど映ったトイレの中で少子もあったと。まあ、2件ですね、ここではそういう噂があります。ただやっぱ公園の方やな、公園の方がちょっと怖いですね。何かあるとすれば、公園ですね。何これ、これってあれちゃうの、ちょっと字読めないんですけど、この石碑の周りをずっと行ったり来たりするやつじゃないんですか。やとしたらそうねんな、溜まり場って言いますよね。めちゃくちゃいろんなもんが溜まってる場所じゃないんですか。へえ、ここの恐怖レベルがですね5でお願いします。めっちゃ人の気配と、あもう絶対誰かいるでしょっていう、そんな感じがすごくするので、なかなか怖いです。次行きましょう。ならしめホラーチャンネル。はい、4軒目になります。4軒目の場所が白馬トンネル、こちらにやってまいりました。ここでは足のない女性が出るという話です。またですね、トンネル内を歩いている時に泣き声が聞こえる、そして女性の霊ともし遭遇したのであれば目に見えなくても何かしらの音が鳴る、そういう風に言われています。では行きましょう。カメラ切り替えます。なんか指の OK。 ならしめホラーチャンネル。はい、白馬トンネルですね。電気ちょっといらなさそうなので今回ちょっと電気切っていきましょう。足のない女性の霊が出るのと、あと泣き声が聞こえるっていう話ですよね。特に変わったことはないですね。誰かがいてる、そんな感じはしないんですが、
すごい涼しかった中で、このトンネルの中が生ぬるいというか、うん、そのぐらいですね。特に怖さはなさそうですけどね。まあ結構長めのトンネルではありますけど、200メーターないぐらいかな。そうっすね、200メーターぐらいっすね。でもここ夜中に通られへん人は不気味やから通られへんのかな。でも明かりついてるからまだマシですけどね。ねえ、って言っても誰もいないですけどね。はい、出口に出ました。こんな感じです。まあ、特にですけど変わったことはないですね。まあ、今のところ鳴き声もなく、足のない女性も見てないですね。特に何もなさそうですね。なのでまず恐怖レベル1でお願いします。この白馬トンネルがまあ有名な心霊スポットっていうことで近づけなかったっていう人のために僕が言っておきます。何もないです。なので安心してご利用ください。こんなに僕勝手に言うと怒られます？怒られてもいいし。奈良市民ホラーチャンネル。はい、5件目になります。この場所が旧荻野タワートンネル、こちらにやってまいりました。でこちら心霊スポット情報にはあまり上がってはいないんですが、ここに来たリスナーさんが女の子をはっきり見た、そういう風に言っているトンネルです。まあ、今ちょっと車の中から見る感じはですね、まあその旧って言われるトンネルにしてはまあ綺麗かなっていう、そういう印象を受けました。まあでもはっきりさせてくれとリスナーさんにも言われましたので入っていきましょう。では切り替えます。奈良市民ホラーチャンネル。こちらですね、荻野タワー隧道、こちらに入りたいと思います。もう普通に綺麗な道路ですからね。あーでもちょっとわからんでもないかな。なんかねすごい電気ついててめちゃくちゃ短いんですよ。おそらくまあ60メーターか70メーターぐらいだと思うんですけど、にもかかわらずちょっとやっぱ気持ち悪さありますね。なんでやろ、不安な気持ちになりますね。あと変な鳥肌もある。あの車を置いてるところが良くないかもしれないですね。もし女の人を見たって言うんであれば、この辺りがちょっと怪しいかもしれないですね。ちょっと何か気持ち悪さを感じますね。待って、ほんまにちょっと待って、怖いんやけど。はっきり足音聞こえるんですけど、聞こえます。めっちゃ足音近づいてくるんですよ。ちょっと後であの場所写真撮ります。っていうか定点カメラ置こうか。まあもうこっちでしょうね、間違いないです。めっちゃ普通に怖いですね。あもう絶対あっち側や、こっち側大丈夫やな。問題はあの先の入り口なんですよ。この街灯らへんから先足音が近づいてきてるよ。ほらすごいな、何このゾワゾワってするこの感じ。ちょっとめちゃくちゃ感じるんでちょっと急遽停電置きます。今映るように停電置いてるんですが、トンネルの中が、まあ、やばいスポットなんかって言われたら僕そうじゃないなって感じるんですよ。この僕が今いる場所、この坂道をずっと上がってくるような足音が聞こえたので、一旦ここにカメラを置いて僕車ぐるっと回して下の方で待機しておきます。30分ぐらいやりましょう。
ダラシメンホラーチャンネル。はい、お次の場所がですね、鬼怒城、こちらにやってまいりました。で、こちらの場所がですね、もともとこの場所に鬼が住んでいたことから桃太郎の、まあ、元となった場所と言われています。ただまあ、この鬼の伝説とは全く関係なくですね、この鬼怒城自体が名所と言われているみたいです。なので、その霊がその山頂にいっぱい集まってくる、そう言われているみたいです。では画面切り替えましょう。ダラシメンホラーチャンネル。はい、ではここが登り口みたいなので上を目指しましょう。聞く話によると、歩いて15分ぐらいの場所にあるみたいなので、今回はフル装備で行きたいなと思います。杖、中央は元に戻してくださいって、もうこれ杖ある時点でもう一つ分かってることが、めちゃくちゃ登山でしょこれ。すごい大変な道じゃないですか。山を登るのもそうですが、うっすらまあちょっと見えるんじゃないかなって思うのが、霧がすごいんですよね。なのでカメラでは結構綺麗に映ってるんですが、これも目で見るともうかなりの霧なんですよ。あ、これじゃないですか。絶対これですよね。なんかちょっと展望台みたいになってるんで、鬼怒城山案内図。まずここにこういう、まあ、展望台的なものがあって、十分怖いって。こんな前見えへんし、ちょっと景色綺麗なんかなと思って来たのに、もう霧で何も見えへんもんな。まあ、こんな感じの、まあ、展望台があって、うわ、なんか嫌な感じすんな。ちょっと鳥肌。ああ、これ僕今いるとこ角楼跡っていうらしいですね。ちょっと薄気味悪いですね。普通にちょっと不安になるというか、前が見えないこの不安さもあるんですけど、ちょっとなんか違和感ありますね。ちょっと怖いですね。まあ、こんな感じの建物です。まあ、時間的に今は閉鎖されてるんですけど、まあ、昼間は普通に開いてるみたいですね。ですね。西門復元って書いてます。いや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 、ここはちょっと怖いな。怖いですね普通に。あ、お気づきですか。僕は今回ジャージで来てます。撮影するつもりなかったんで、もう制服じゃないんですよね今日。あ、この辺かも。この辺もまあ、怪我する程度なんやけどな。まあ、この辺りに住んでる人と、まあ、先ほど遭遇しまして、まあ、聞いたところ、その名所とはまあ聞いたことないと、おそらく噂じゃないかっていう話みたいで、途中の道のりがやっぱ危険じゃないんかなっていう、まあ、出やすいんじゃないかなっていうふうに言われてるみたいです。しんど、たまったもんじゃないわって感じですね。そうですね、ここはもうそんなに怖くない場所として、言えるんじゃないですか。なのでここの恐怖レベル1でお願いします。まあ、自殺の名所っていうのはおそらく噂かなと思いました。ダラシメンホラーチャンネル。今一瞬顔認証なんもないところで今
カメラ顔認証、上向けたら上で今パッて、それはい、うわっ、また顔認証、え、強烈にここで息吹かれてます。え、そうですね、誰か来てる。皆さんこんにちは、ヤカズです。全国心霊ツアースタートしました。これ何かと言いますと、全国各地の有名な心霊スポットを撮影して回る企画となります。また今までの撮影よりも少し体を張りまして、現地でのテント泊、こちらを取り入れて少しでも皆さんに見応えのある動画をお届けしようかなと思います。なのでまあおそらくですね、1年以上かかる企画じゃないかなと思っております。あと極力ですね、雪を避けて全国を回りたいので、行く順番はちょっとバラバラになるんですけども、必ず47都道府県全て制覇します。またネットの情報だけだと少しやっぱり弱いので、皆さんのお力貸していただければなと思います。で、現在地の方なんですけども、インスタグラムのストーリーもしくはライブの方で随時更新していきますので、今の間にフォローの方だけお願いします。で、アカウント情報なんですけども概要欄の方にも載せております。もしくはインスタグラムで直接ヤーカズで検索です。ちなみに今の現在地はこちらです。では今回も最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。